ソフィア、何やってんだ？ベロニカさん、これ読んでたんです。スタッフの方におすすめされまして。スパイ教室？そんなもん読んでる暇あったら練習した方がいいぜ。でもおすすめされるだけあって面白いんですよ。ちょっとだけ読んでみませんか？なあソフィア、あれ持ってねえか？続きが気になって仕方ねえんだよ。あれですか？続きはこちらに。早く早くよこせ。あの後どうなっちまうんだ？ベロニカさん大丈夫かな？禁断症状みたいになってるけど、小説読んでるだけだよね。